ん、それでは立ち上がっていただきますか。そして少しずつで大丈夫です。少しずつゆっくり下がっていただけますか。そしてなるべくね、大きな円を使ってください。皆さんこんにちは。あ、ありがとう。ようこそジュラシックパークエリアへ。私は恐竜の研究や飼育をしているパークレンジャーです。さあ、これからここに恐竜たちがやってきますよ。今日は恐竜たちと写真を撮ったり触れ合ったり楽しみましょうね。みんな、これ気になるよね。中に何がいるのかな。覗いてみましょう。あ、この子はトリケラトプスの赤ちゃんです。とっても可愛いでしょ。じゃあ早速、赤ちゃんに触ってみたいお友達は元気よく手を挙げてください。あ、じゃあ赤色の服を着たお兄ちゃん、こっちに来てください。よかったら前で写真を撮ってあげてくださいね。赤ちゃんね、まだちょっと眠ってるんで、優しく触ってあげてね。兄弟かな、じゃあ一緒に触ってあげてくれる？お腹を優しく撫でてあげて。今触れなかったお友達も後でこんな風に優しく体を撫でてあげてね。赤ちゃんね、とっても気持ちよさそうに眠ってますね。あ、気持ちよさそうにね、泣いてるよ。皆さん、この子はまだ卵から生まれて1ヶ月しか経ってないんです。可愛いでしょ。ありがとうね、優しくしてくれて。ありがとう。あとで皆さんも赤ちゃんを触ってあげてね。この子はトリケラトプスという名前の恐竜です。トリケラトプスという名前には3本の角を持った顔という意味が込められているんです。見えるかな。3本小さな角がしっかりついています。この角が大人になったらとっても鋭くて大きな角になって、大切な仲間や家族を守るようになるんですよ。そうだよね。じゃあね、みんなに質問があります。トリケラトプスは一体何を食べるでしょうか。あ、みんな大正解。すごいね。この子は葉っぱや木の実を食べる草食の恐竜なんです。鳥さんのくちばしのような口で葉っぱを摘み取るようにして食べるんですよ。最大9メートルまで大きくなると言われているんです。すごいよね。あー、みんな後ろ見てください。次にやってきたのはラプトルです。ラプトルは凶暴な肉食恐竜ですが、ユニバーサルスタジオで飼育している恐竜は人を襲うことはありません。でもラプトルはとっても怖がりな性格なんです。皆さんが大きな声を出すと襲われると勘違いして皆さんを攻撃してしまいます。大きな声は出さないようにしてくださいね。あれ、ラプター？ラプターの様子が、皆さん気をつけて。ラプターがかなり興奮してるみたいです。赤ちゃん、お願い。皆さんはここで動かずに待っててくださいね。皆さん、ラプターと少し距離を取りましょう。ゆっくり大丈夫です。下がって、しっかり気をつけましょう。これについて男が来るので、水を大きく開けてくださいね。ラプター、落ち着いて、大丈夫だからね。少し怖かったね。もう大丈夫だよ、ラプター、落ち着いて。大丈夫、見ててくださいね。ラ
いくよー、せーの。ほらね、皆さん鳴き声聞こえましたか？ラッパーは頭がいいので、こうやってコミュニケーションを取ることができるんですよ。それでは次は皆さんも一緒にやってみましょう。まずは近くにいるラッパーに両手を見せてあげてください。そしてせーので、手を下から上に大きく上げますよ。その時にね、みんなラッパーって呼んであげてね。さあ後ろの皆さんも一緒に行きますよ。ラッパー、行くよ、せーの。順番にね、触ってあげてね。お兄ちゃん、ボディ、ボディ。